お互いに高すぎるプライドのせいで告ったら負けという状態。神様、どうか500年後も。ダダーン、エヌコだよ。今週も始まりました、ザ・エヌコショー。夏といえば海、花火、かき氷、そして夏は恋愛もしたくなる季節ですよね。私が子羊の頃はアメリカに住んでたんですけど、当時世代的にポケモンだったりとか日本のアニメが海外の皆さんでも見られるような時代でして、まあ日本の羊っていうことでちょっとプチモテ期がありました。ポケモントレーナーとしてですね、6人の男の子たちをちょっと従えてポケモン同士でバトルをさせたりしてました。勝った男の子に対してはよしよしよく頑張ったねみたいな感じで、負けちゃったポケモンに扮する男の子にはよしよし頑張ったね、なんか次こそは勝てるといいねっていう感じで、慰めてましたね。それでは今週もザ・エヌコショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら、胸がキュンキュン王道恋愛アニメ4選。アニメで描かれる恋愛って日常のほのぼのしたものからファンタジー要素や SF 要素が入っているものまで、ジャンルは様々ですよね。だからこそ、ああ私もこんな恋愛してみたいなーなんて思うことがよくあるんですよね。今回はそんな恋愛アニメの中でも絶対にキュンキュンできる王道アニメをご紹介していきます。まずはこちら、神様はじめました。活発で明るい主人公桃園七海は問題だらけの家族のせいでホームレス生活に。そんなある日、土地神である御影を助けたことで家かっこ神社と土地神の職務を与えられた七海は紳士の巴たちと共同生活を始めます。ただの女子高生から突然神様となってしまった七海は、巴の助けを借りながら徐々に彼の忠誠心や性格を知っていき恋に落ちていくというファンタジー恋愛作品となっています。この作品は共同生活の中で互いに恋に落ちていく過程を描くだけではなく、様々な神との出会いや困難、時折挟まるコメディ要素など見どころがたくさんあるんです。さらに作中で描かれる恋愛はかなりのスケールとなっていて、なんと500年の時を超えた壮大すぎる大恋愛となっているんです。500年ってすごいですよね。想像もつかない年月です。神様、どうか500年後もネットフリックスが皆様の心の拠り所になりますように。この作品はタイムトラベルや日本神話など男性の方もワクワクする要素が満載なので、ぜひ一緒にキュンキュンしませんか？気になる方は今すぐチェックです。続いてはこちら、フルーツバスケット。ひたむきで心優しい少女本田透はとある事情からテントで生活をしていたのですが、なんとそのテントを張った土地が相馬由紀という同級生の所有地だったんです。そのまま居候することになった透ですが、居候初日に相馬家のある呪いを知ってしまい、てんてんてんという作品です。主人公の本田透は呪いを受け入れるだけではなく、その呪いを解こうと奔走するまっすぐで優しすぎる性格の持ち主なんです。そんなまっすぐな透に引っ張られるかのように相馬家の人々と心を交わしていきます。さて、ここまでキーポイントとして出てきている呪いってどんなものか気になりませんか？その内容はなんと、異性に抱きつかれると動物が脅威するというなんとも厄介な呪いなんです。動物好きな私くらいじゃないと耐えられないかもしれないですね。フルーツバスケットは
愛に臆病な一家とそれを受け入れるトールの関係性が何とも秀逸な恋愛物語が展開されていく作品です。私的には胸キュンの域を超えて胸ギュンです。三つ目はこちら、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦。舞台は将来有望なエリートばかりが集まる超名門校の修智院学園。生徒会副会長篠宮かぐやと会長白金みゆきは惹かれ合う関係性にもかかわらず、お互いに高すぎるプライドのせいで告ったら負けという状態。どうやって相手に告らせるかをかけた恋愛頭脳戦を展開するラブコメ作品となっています。お互いの恋愛模様を頭脳戦で描くっていうのは斬新ですよね。さらにかぐやとみゆき、どちらも極度のツンデレなところも今までの恋愛ものにはなかった要素なのではないでしょうか。なんといってもお互いに空回りしすぎなところがすごく可愛らしく、もはやどちらも告らないままこの関係性をずっと眺めていたいなって思ってしまいます。恋愛模様だけではなく登場人物の性格などキュンキュンする要素が満載なので、ぜひ見てくださいね。最後はこちら、堀美也。成績優秀で人気者な堀京子と地味なメガネ男子の宮村泉がお互いの秘密を知ったことをきっかけに交流が始まり、徐々に恋愛感情が芽生えていく模様を描いたこの作品。明るい女子高生と地味な男子というリアルな世界でもありそうな登場人物たちがピュアすぎる恋愛を繰り広げていきます。この作品の注目ポイントは宮村の無神経さ。悪意はなく無神経な振る舞いをする宮村に振り回される堀さんがピュアで可愛らしいんですよね。さらに周りのキャラクターたちも含め、それぞれが抱える葛藤や悩みが青春を思い出させてくれたりと、キュンキュンポイントが満載なんです。コメディーな要素もたくさんあって、すごく身構えずに見れるので、ぜひ見てほしいです。今日ご紹介した作品は様々な世界観からピックアップしてみました。コメディーであったりファンタジーであったりと、どれも飽きのこない作品なので、ぜひご覧になってください。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N 子の独り言。このコーナーは特にテーマを決めず、私が思ったことをお話しする超気軽なコーナーです。今日は夏といえばホラーっていうところで、日本とアメリカのお化け屋敷の違いについてちょっとお話ししたいと思います。まあ私お化け屋敷とか苦手なので絶対行かないんですけど、でもなんか日本のお化け屋敷のイメージとしてはすごくなんか廃病院とか神社とか、そういう地名と怖くなるようなお化け屋敷が多いと思うんですけど、アメリカはそれと全然逆で、わーって驚く、なんか怖がらせに来るような感じのお化け屋敷が多くてですね、私が当時住んでた地域で一番怖いお化け屋敷にその友達たちと一緒に行ったことがあるんですね。駐車場からそのモンスターたちがうろうろしてるんですよ、こうやってで、大きいハサミを持ったなんか血だらけのナースさんがこうやってハサミをこうチョキチョキしながらなんか追いかけてきたりとか、金属膝パッドみたいなのをしてる血だらけのお兄さんがなんか突然自分の目の前をなんか膝でガーってスライディングしてきて、膝パッドが金属でできてるからそれが道路と擦れて火の粉をこうやってわーって撒き散らしながらその自分の目の前を通ったりとか、もうなんか明らかに脅かしに怖がらせに来てるっていうのが、なんか全然日本のお化け屋敷と違うんだろうなって思って、でどっちのホラーも私は苦手です。以上、 N 子の独り言でした。 N 子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら、
Enuko-chan, my question for today is, how many hours do you spend watching anime? 昨日とか、まあ、貯めてたアニメを一気見してたので、2時間ぐらいですかね。長いと、もうなんか一気見してしまうと、結構8時間とか平気でいっちゃうんですけど、キャッチアップ程度だったら、2時間、1時間から2時間ぐらいです。Enuko, you told us that your favorite food is pudding. Why? プリンのプルプルした感じの食感がすごく好きですし、と味も好きです。I have a question, Enuko. I sound like a grade schooler. Anyway, what is your favorite sport and why? 過去私がやってきたスポーツで言うと、テニスと、バレーボールです。あと、まあ、スポーツ、まあ、乗馬とかもやってました。一番好きだったのは、やっぱりテニスですかね。友達とこうやって打ち合いするのもいいですし、なんかダブルスを組んで、そのパートナーと一緒に相手チームを倒したりとか、あとはそのなんかサーブが入った時とか、その点を取った時の達成感、いいなって思います。テニスを始めたきっかけは、エースを狙えと、テニスの王子様がきっかけです。Enuko-chan, do you want to be an idol? OL の羊の生命体なので、まあ、アイドルという職業ではないんですけど、アイドルのように皆さんをちょっと幸せにしたりとか、皆さんに何か、まあ、喜んでいただけるようなコンテンツを届けられたらなって思ってます。Enuko, can you say hi to Japan community here in Brazil?We have the largest population here. Hola, Brasileiros! やっぱ日本とブラジルの関係はすごく近しい関係なんだなっていうのは学んだりとか、ブラジルにいる友達がいたりとかいます。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、Enuko に質問コーナーでした。ザ・Enuko Show!本日もお別れの時間となってしまいました。キュンキュン祭りっていう感じで、私が大好きな恋愛アニメについていろいろ語らせていただきました。男性だとなかなかこういう恋愛アニメに対してあまり馴染みがない方がいるかもしれないんですけど、これを機にキュンキュンしてみてください。なので久々にね、また恋愛アニメ熱がちょっと私の中で上がってきてるので、また新たな恋愛アニメを発見しようと思います。それではまた次回お会いしましょう。またねー。